おめえも薬か。と捕まった時に隠し持っていた酒よ。いや、俺は遠慮しとくよ。あ、そう。それじゃあ俺だけやらしてもらうぜ。こんな面白い話を聞かされたんじゃ飲まずにはいられねえからな。喉に染み渡るぜ。俺は以前このギルダー船長の世話になったことがある。俺と同じ冒険好きで怖いもの知らず、俺が兄貴のように尊敬する青の空賊の一人だ。要するになんだ、おめえの話だと古代文明が生み出した破壊兵器をバルアのバカどもが復活させようとしてるってんだな。ああ、なんとか連中に先んじて赤の結晶は手に入れたんだが、それも連中に奪われてしまった。で、アイカやそのファイナって娘はどこにいる？きっとこの牢獄のどこかにいるはずだ。なんだ？なんで俺に連絡しなかった？え？そうだろう、俺とおめえの仲なんだぜ。そんな面白いことがあるってのに一人だけ抜け駆けしよった。どういう魂胆だ？やべ、別にそういうつもりじゃ。ふん、まあいいってことよ。今からでも十分に間に合いそうだ。よし、そうと決まりゃここから抜け出すとするか。ま、待ってくれよギルダー。抜け出すってこの牢獄からどうやって？慌てんな、そろそろ助け船がやってくる頃さ。助け船？よしよし、来たな。ウィーリー、遅かったじゃないの。こいつはギルダーが可愛がってたヘンテコな鳥。そりゃないぜバイス。見ろ、ウィリーちゃんが機嫌悪くしてんだろ。あ、悪かったよウィリー。そうかそうか、おめえはブスが嫌いだったな。まあこの男だけは多めに見てやってくれや。チェ。おいバイス、ウィリーの足に手紙が結ばれてるだろう。本当だ。部下からの連絡文だ、読んでみろよ。深夜0時に攻撃を開始、要塞を気にて待つ、そう書いてあるな。俺の部下どもがクラウディア号でそこまで来てるようだ。クラウディアの砲撃程度じゃこのガルガンチュア要塞を落とすことは無理だが、騒動を引き起こすことぐらいはできる。そうか、その隙をついて脱出するわけだな。そういうこと。待てよ、まだなんか書いてある。なになに？愛しのギルダー様へ。私も戦っちゃいます。愛するあなたのためにクローネより。クローネだと？ご丁寧にキスマークまでちゃんと押してあるぜ。くそ、あいつも来てるな。どうやらそうらしいな。クローネってのはギルダーを追い回している女空賊だ。向かうところ敵なしのギルダーもこのクローネだけはどうやら苦手らしい。まずい。おいバイス、脱獄はやっぱり中止にしようや。何言ってんだい、縛り首になってもいいのか。縛り首を取るかクローネを取るか、そこがシアンのしどころってわけか。俺なら迷わずクローネを選ぶけどな。おいおい、人の気も知らねえで。しゃねえ、他に手はなさそうだからよ。そうこなくっちゃ。そうとなりゃ早いとこここから脱出だ。待てよ、あの扉どうするんだ、鍵がかかってるんだぜ。なーに、手紙を縛ってあった針金があるだろうよ。ちょいと貸してみな。ああ、鮮やかなもんだ。当たり前だ、これぐらいは空賊の基本的素養ってやつでな。抜けた連中だ。空賊を閉じ込めておきながら衛兵一人立てておかんとはな。こっちにとっちゃ好都合さ。さぎるだ、アイカとファイナを探そうぜ。よし来た。
ラミレス提督閣下。開けてくれ、中の娘に用がある。は、ただいま。ラミレス、ねえ、なぜなの？なぜあなたがバルアにいるの？それにその格好、あなたがアルマダの提督って一体どういうことなの？返事をして、ラミレス。あなたは長老様の言いつけを忘れてしまったの？ファイナ、私はもう昔の私ではない。今の私はアルマダ第六艦隊のラミレス提督。この身はガルシアン様のためにのみ存在する。ただそれだけのことだ。そんな、あなたはそこまであのガルシアンという男に。あれは愛から悲鳴だ。バチだ、急ぐぞ。おい、アイカ、今の悲鳴は何だい？何があった？ちょっと、どうなってんのさ？なんでここにギルダー船長がいるの？その話は後だ。それより、一体何があったんだ？こいつさ、こいつが私にいやらしい真似をしようとしたから。こいつ？おお、そういや一人、床に伸びてるな。誰なんだ、この男は。アルマダの提督の一人らしいよ。いやらしったらあれしない。なるほど、そういうことか。バカな野郎だ、こともあろうに。アイカにちょっかいを出すとはな。ちょっと船長、それってどういう意味？と、口が滑った。聞き流してくれ、アイカちゃん。それよりアイカ、ファイナーどこだ？ここにはいないよ。あのラミレスとかいうキザ男に連れて行かれちゃったんだ。ラミレスに？大丈夫、行き先は分かってる。この女たらしからちゃんと聞き出してあるんだ。本当か？どこだ？どこに連れて行かれたんだ？要塞さ、要塞の提督専用室に連れて行かれたんだよ。そいつはまずいぜ。あそこはここでも一番警戒が厳しそうなところだ。そんなこと言ってられないだろう。さあ、いいか、急ぐんだ。ファイナーを救出してすぐにここから脱出するぞ。